ジュリアン・ベネトーは、フランスブール・カン・ブレス出身の元男子、プロテニス選手。2014年全仏オープン男子ダブルスで、エドアール・ロジェバセランとペアを組んで優勝した。2012年のロンドン五輪男子ダブルスでも、リシャール・ガスケとペアを組んで銅メダルを獲得している。これまでに ATP ツアーで、シングルスの優勝はないがダブルスで12勝を挙げている。自己最高ランキングは、 シングルス25位、ダブルス5位。身長185センチメートル、体重79キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。ベネトーは4歳でテニスを始める。ジュニア時代には1999年、全米オープンのジュニア男子ダブルスで、ニコラ・マユと組優勝している。2000年にプロに転校。四大大会では2002年全仏オープンに、 主催者推薦で初出場した。2003年9月のモデールオープンでニコラ・マユと組んだダブルスでツアー初優勝を果たした。2006年全仏オープンでノーシードからベスト8に進出した。準々決勝ではイワン・リビチッチに2から6、2から6、3から6で敗れた。この時のベスト8が4大大会シングルスでの最高成績である。 2009年の BNP パリバマスターズでは2回戦で、ロジャー・フェデラーを3から6、7から6、6から4で破り、初めて世界ランキング1位の選手に勝利した。2010年には初めて、デビスカップにフランス代表として出場した。2012年ウィンブルドン選手権では3回戦で、ロジャー・フェデラーと対戦しにセットを選手したが、6から4、7から6、2から6、 6から7、1から6の逆転で敗れた。ロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルス1回戦でミハイル・ユージニーニ七のから5、6から3で勝利したが2回戦でロジャー・フェデラーに2から6、2から6で敗れた。リシャールガスケと組んだダブルスでは準決勝でアメリカのブライアン兄弟に4の6、4から6で敗れたが3位決定戦でスペインのフェレール。 エフロペス組に7から6、6から2で勝利し、銅メダルを獲得した。2014年全仏オープン男子ダブルスでは、エドアール・ロジェ・バセランと組んだダブルスで決勝に進出した。決勝では、グラノリエルス、エム・ロペス組を6から3、7から6で破り初の4大,大大会タイトルを獲得した。フランスペアの全仏優勝は1984年の ヤニックの後アンディル・コント以来30年ぶりであった。ベネトーは2018年10月に地元フランスのチャレンジャー大会を最後に現役を引退した。ダブルスではツアー12勝を挙げているがシングルスでは一度もツアー優勝できなかった。ツアー未勝利の選手で準優勝10回は最多である。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。